まあ、このカーブは有効になってきますよ。ツーアウトランナー三塁です。ちょっとタイムを要求して紐を締め直します。ツーアウトランナー三塁、三塁ランナーは矢野、4番村田。ご覧いただいているのは昨シーズンの成績、ホームランはわずか12本でした。あーっといけない、取れない、三塁ランナースタートを切っている、ホームイン。なんとキャッチャーの星が取れない、とんでもない高いワイルドピッチになりました。これ抜けてしまったんですか、そうですね、完全に抜けてますね、これしかもバックハンドのミットですから届かなかったですね。いやちょっと取れないですね、キャッチャー、ジャイアンツの先制点は結局矢野のフォアボール、そして松本のバント、さらには内野ゴロで三塁に進んで、そして菊池のワイルドピッチ。